怖え怖え怖え怖いなこれ。やべえ、めちゃめちゃ怖え。大丈夫かこれ。マジ怖い。うわうわ、揺れる揺れる。怖え、マジで怖え。めっちゃ揺れる。怖い。怖。しまった、こんなやつするんじゃなかった。ああ、怖え。怖い。うわ、でも綺麗だな。撮れて撮れてなかったなんか混んでんな。いやー怖かった。はあ、
せいたしました。次は長島ダムです。列車はこの先日本一の急勾配90パーミルを登っていきます。この勾配は1000メートルの水平距離を使用し90メートルの高低差を登り下りする勾配です。この区間では日本で唯一のアプト式を使用していきます。先ほど連結いたしました2両のアプト式専用電気貨車の後押しを受け、次の長島ダムゲートを運転いたします。ただいま列車は2両のアプト式専用電気機関車の後押しを受け90パーミルの坂道を登っています。この区間で使用しているアプト式は普段列車が利用する2本のレールの間に2つ以上の歯型のレールラックレールを敷き、アプト式専用機関車の車体下部に付けられた2つ以上の歯車を噛み合わせ急な勾配を登り下りする方式です。現在日本ではアプトは秋代長島ダムこの1区間のみで使用しています。列車は右カーブに入っていきます。進行方向右側後ろご覧いただきますと、先ほど一番初に連結しましたアプト式専用電気機関車がこの列車を押し上げる姿をご覧いただけます。進行方向右側にはアプト市城キャンプ場がご覧になれます。キャンプ場の階段を登った先、白いフェンスの部分はもともと伊香線が走っていた場所です。山の中にはトンネルが続いており、中は真っ暗になっています。真っ暗なトンネルの中を懐中電灯で照らしながら歩くミステリートンネルハイクツアーのコースとしてご利用いただけます。このコースは先ほどのアプト市城駅から次の長島ダム駅へと続いています。次のトンネルを抜けますと、進行方向右手側には長島ダムご覧いただけます。トンネルを抜けまして進行方向右手側には長島ダムをご覧いただけます。高さは109メートル、幅308メートルの平成14年に完成した大井川水系では最も新しいダムです。ダムの手前にかかる小さな橋、この橋は放水中の水しぶきがかかることからしぶき橋と呼ばれています。ハイキングコースの一部として一般のお客様をご自由にご利用いただけます。列車は次のトンネルに入りますと、日本一の急勾配区間90パーミル区間を登り切ります。トンネルを抜けますと平坦な区間に入り、長島ダムゲートを到着いたします。ご乗車ありがとうございます。まもなく長島ダムです。出口は左側です。この駅では列車の後寄り2両、2両のアプト式専用電気機関車を切り離しいたします。停車作業で少々停車いたします。11時13分の発車です。切り離し作業をご協力されるお客様、列車が完全に止まりましたらドアの下のフックを上げ、ドアを手だけでお降りください。この駅では反対方向千住行きと待ち合わせを行います。千住方面お前のお客様は乗り換えです。ドアは全て手動式です。列車が完全に止まりましたらドアの下のフックを上げ、ドアを手だけでお降りください。完全に停車をするまではドアから手を離してお待ちください。長島ダムです。出口は左側です。
進行方向左側対岸には昔の伊香線の線路跡トンネル鉄橋がご覧になれます。長島ダムが完成するまでは実際にあの場所を走っていました。ご乗車ありがとうございます。まもなく奥大井湖上、奥大井湖上です。出口は右側です。この駅での停車時間はわずかです。お降りのお客様はご支度をお願いいたします。引き続き列車ご利用のお客様は車内でお待ちください。この駅では電車を速やかに発車いたします。お降りのお客様はご支度をお願いいたします。引き続き列車ご利用のお客様は車内でお待ちください。奥大井湖上です。出口は右側です。ドアは全て手動式です。電車が完全に止まりましたらドアノブ下のフックを上げドアを手で開けてお降りください。そんなことない。